はい、こんにちは、こんばんは、葵です。スーパーマリオ RPG 22回目始めます。はい、前回ね、ボス戦のジョナサン・ジョン戦を終えたところからですね。はい、ジョンさんいましたね。こっからここで上がれるということなんですが、あ、出ましたね、沈没船から、海リップルターンでいいんでしょうかね。はい、行きます。お、ほら、長老だキッキッキッ、あの、闇深い発言してた長老だよねやばい人。ご苦労さん、星が見つかったようだな。あ、やっぱりやばいやつなんだ。しかしここまでお前はまんまと騙されていたが、実は俺は、俺、過剰軍団の一人、槍のビッヒ様だ敵だったんだ。化けてたの？驚いたか。いや、そんなに、なんか、むしろそういう長老も結構リアルにいるかもとか思っちゃってたね。まあ無理もない、明るく楽しい住人の振りは完璧だったから。いや、だからそういう長老も結構リアルでいるかなとお前が星を集めていることを過剰様が気にしていらっしゃる。それを持ち帰れば俺は大手柄、これが上司に気に入られる秘訣。あ、そんなようなこと言っとったね。抵抗しても無駄だぞ、さあ星を渡せ。仕方ない、断る、二択か。まあそれは断るよね。だが断る。そうかい、では本物のリップルタウンの住民はどうなるかな。ん、人質。あ、ここ開かなかったとこだね。長老かっこ本物なんじゃー、何をする気じゃ。何すんの、やめてくれ。あなんか色っぺえ言葉言ってない。何したの。罪のない老人がこれ以上くすぐられるのはかわいそうだろ。くすぐってたのか。抵抗して無駄だぞ、さあ星渡せ。あ、またループだねこれ。うん、まあくすぐられてもまあ実害ないから、うん、いいか。おじいちゃんそんなにくすぐったがらんだろう。だが断る。あ、今度二人で行った二人はどうかな。まさかあった、ちょっと喜んでない？二人で。おい、そこは勘弁してくれ。どこだよ。ん？あひひひって。絶対喜んでるな、これ。あ、帰ってきた。うん。あ、またループだね。いやいや、もういいんじゃないの？これ。うん、明らかに喜んでるから。うん。多分おじいちゃん、敏感肌なんだね、結構。断る？あ、今度4人で行った。4人はちょっと拷問かな？なんと！いや、喜んでる。こんなの初めてじゃ。このゲーム、うん。良い子もいっぱいやってたからね、当時は。大丈夫？なんか、深いわ。闇深いわ、このゲーム。うん。なんか、このおじいちゃん、新境地をこの年にして開発中なの？恐るべし、テクニックじゃ。お父さん、テクニックって何？ママ何？とか。聞かれてんじゃない？当時のお父さんお母さん。うん、ループだね。星はこれもう一回あるとどうなの？4人で突るね。どうなるんだ？あ、もはや何も言わない。うん、新境地開拓だね。じゃあもう仕方ないって言うしかないのか？もう。明らかにおじいちゃん苦痛ではないからね。これ多分、もっともっと言ってるね、これ。つまりどっちも手詰まりなんだよ、これ。じゃあもう仕方ない。だよね。カジオ側も仕方ない。と思ってんだよ、これ。おじいちゃんは気持ちいいだけだから。キッキッキッ。自分の手は汚さずに欲しいものを手に入れる。俺はなんて頭がいいんだ。それは出世もするわな。よし、城に戻るぞ。そろそろ迎えが来てるはずだ。どっか行っちゃった。うん。じゃあ、ちょっと弱ってるおじいちゃんをちょっと見てやろうか。鍵かかってるわ。え？こっち行ったってことは、あ、こっちだな、どうも。ちょっと街見てみようか。あ、誰もいない？セーブできるかな？セーブできるね。じゃあ、ちょっとセーブだけしときます。はい、誰もいなかったんだけど、この長老のお家の2階に、この、カエル仙人の弟子だけいました。
で、物売ってくれるんだけど、うん、カエルコイン足りないわ。出ましょう。なんで結局、まあここだろうね。行きますか。まあセーブもしたし、やっぱりいた。やりだビッヒさん。遅い。オノフォースは何をグズグズしてるんだ。オノフォース。待ち合わせに遅れるとは、早く逃げないと。あ、マリオが来ちゃったじゃないか。仕方ない。多分錆びてしまうかもしれんが、海に飛び込むぞ。あ、ジョンズさんだ。待ちな。そのスターはてめえにやったんじゃねえぞ。男は男らしく、逃げろ。勝負にかける熱い魂を忘れるな。かっけえ。燃えろ。激しく火花を散らすんだ。拳でしか分かり合えないことが。親分、あとはマリオに任せましょう。もう逃げられない。キッキッキッ。では本当の姿をお見せするとしよう。おじいちゃんではないんだよな。合体だ。合体すんだ。おお。あ、すごい。お、強そう。これは絶対強そうだね。今までのボス一番強そうに見えるね。いや、こここそ、うん、マロを仲間に入れた甲斐がある。何考えてるので。やりどー。ビヒ !1500! これで負けたら出世に響くわな、そりゃ。やっぱり、こいつら本当に出世争いで必死なんだ。うん、出世欲にまみれてる。しかし1500か。桁違いだな、今までと。水蒸気爆発？どこでかわすんだろう。うん。今かな？え、58！ ちょっと、めっちゃ強いじゃん、これ。全体回復とかないぞ、これ。え、どうすんの、これ。ちょっと待て。どうしようか。ちょっと、とりあえず、キノコでしのごう。あだれ見てたのもう一個。よし。とりあえず、恐怖の衝撃で。うん。ちょっと。ビビらす。ちょっと、今手がかじかんで、指痛いけど、うん。うん、これでいいんだ。で、さらに、そうですね。回復シャワーで。クッパだな。次の全体攻撃何あれ ?50 以上出たね。もう一回来たらおしまいだろ、これ。ウィル・ウィスピ。ウィスプ！やばい。どんぐらい ?65、嘘だろ。ちょっと今までと次元が違う感じがしますね。でもう一回ちょっと、体勢整うまで。うん。よかった。クッパは通常攻撃がいいね、じゃあ。どう ?85 しか出ない。うん。おいっそ、雷どっかんで。うーん、いい、ずれたな。84しか出ない。100は出したいな。あ、また来た。水蒸気爆発。どこでかわすんだ？ガード。うー、やばい。ギリだな、これ。これ、マリオが一番回復に向いてんじゃないか、これ。むしろ。なんとかして。もう一個出た。これきついな。クッパが死にそうなんで。お、あ、116出た。タイミングいいと出るんだ。マーロだね。次マリオもまずいな。どうだ？ミラージュアタック？やばいな、こいつ。割れたっていうか、分身？分裂？だね。どうしようかな。じゃあ、ちょっとマリオを、クッパを回復だな、これ。押しとこう。もったいないけど。あ、もう一個出た。運がいいな。ずれたな。22か。どうしよう。どっち攻撃したらいいんだろう。とりあえずこっち、手前。81。こいつ本物なのかな。
本物とかあんの？どっちも本物？どうしようかな。何考えてる？こっちとかどっちだろう？どっち？同じかな、やっぱり。どっちだ？ 500！ え、俺が偽物だ。わかるかなーって。え、嘘なんだそれ。偽物は、え、左ってこと？これ本当ですかね？ 1.71。76！ 嘘だろ。やべえ、強え。どうしようかな。じゃあ。じゃあ、手前が本物だよね。信じて。はい。30しか入んねえ。こいつは偽物だ。多分偽物だ。うん。ドン。回復だね。いや、本当なんだろうか。マリオが危ない。何今つえこれやばい。ちょっと待って、キノコでしのごう。マロがやばいから。回復で必死。こんな時ピーチがいたら、いや、泣き言は言わん。タイミングずれるな。こいつが本物だと信じて。まずいっすね。追いつかん。またさっきの水蒸気なんちゃら出されたらもうやばいっすよ。どうしようかな。もう一回ちょっと回復使っとこうか。当たりが出たから何回も増えてるしね。結構ダメージ入ってるから、これさ、あの、だいぶ削ったと思うんだよね。うん、よし、来たね。水蒸気やめて。マジで水蒸気やめてくれ。うわーって、いて。あ、ミスは、うん、出るんだ、一応。ここは、どうしよう。次出されたら死んじゃうからね。50以上は最低でもキープしとかないと。どう？あ、出ないな。どうしようかな。やっぱり、回復シャワーで。本当は電撃行きたいとこだけどね。13。お。レムソン。うい、痛い。あ、ミス、よし。ここはでかいぞ。通常攻撃でいこう。どうだ？マーローはこれで雷ドッカンだね。ずれたね、ちょっと。まあまあか。リムソン。マリオ頑張れ。あー、51。強い。回復がいない。うん。どうだ。もう一回雷ドッカン行こう。ドーン。いいんじゃない？ミラージュアタック、またかい。怖いな。これもう一回、どっちが本物かわかんないもんな。もう一回、やるか。マロで。46だろ、こっち。偽物だな。ダメージ入りすぎだもんね。何考えてるのね。こっち多分偽物だと思う。ってことはこっちが本物？偽物だったら。はい。おお。やっぱり、そうなんだ。今何？ってことは、左側ね。やるか。違う。こっちだな。マリオ弱いな。
よし、やっぱクッパだな。どうだ75。回復シャワー、やっぱクッパだね。どうだ13。一集中。お、あ、51。強っ。マジか。今のうちダメージ与えときたいね。多分この分裂した時は多分あの水蒸気とかやってこないみたいだね。どうだ106。あ、勝った、やった、金だかなヤッフー、強かった、めちゃくちゃ強かったね。てかちょっとレベル上げもうちょっとしないと追いつかないね、これ。スター取った、取り返した。カジュオたちもスターの秘密に気づいている。この先にはどんな手強い部下たちがマリオたちを待っているのか。やったね。思いやられますね、先が。何これ。お、倉庫の鍵。あ、ここにさっきのあの、くすぐられ好きなおじいちゃんが閉じ込められてんだね。ほら。お、マリオへ。まあ、あんたのことだから、あんな野郎は楽勝だったろ。いや、めっちゃ苦戦しましたよ。あ、これ、ジョーンズさんだね。ところで、でっけえ斧が空を飛んでるのを、コブンたちが見たらしい。まだ悪い奴らの企みは終わってねえようだな。そんな奴らは遠慮なく、やっちまえ。行くは、息が続かねえから一緒に戦えねえけど、海に来たらまた遊びに来いや。あ、この人たち、陸はダメなんだ。水生生物だからね。ジョナサン・ジョーンズ。いつもかっこいいね。あ、じゃあ、どうしようかな、開けようかな。今回はちょっとセーブして、ここで、一区切りしましょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。